皆さんこんにちは。今回は二の腕を細くする方法を紹介しようと思います。で、2パターン紹介するんですが、1つはトレーニングを全くしたことがない人がトレーニングをする方法、もう1つはトレーニングをしているけど二の腕が全く細くならない、または逆に太くなってしまったという人が行う二の腕のトレーニング方法を紹介します。で、今回はですね、この1キロのバーベルを使って紹介します。で、まずはですね、日頃トレーニングをしない人について紹介しようと思います。で、簡単なことを紹介しますので、ぜひね、皆さんやってみてください。で、まずですね、正座をした状態でですね、重りをですね、足首の方に持っていきます。真横ではなくって、足首の方に持っていきます。で、ここからですね、少し体を前に倒した状態で、このまま二の腕を肩とまっすぐになるように重りを持ち上げていきます。こういう感じです。一回ずつ床に置いても大丈夫です。この上げるスピードというのはぐっと速くなってはダメです。ゆっくり上げてゆっくり下ろしていきます。これぐらいのペースで動かしていきます。こういう感じでですね、ゆっくりゆっくり上げてゆっくり下ろしていき、ここの二の腕がだんだんと熱くなってきますので、そこをしっかり自分で確認をしながらゆっくり行ってください。で、この重さなんですが、慣れてくると1キロでは少し軽いと思うので 1.5 キロ、2キロぐらいまで、運動したことない人はですね、重りを上げても大丈夫です。で、今度はですね、同じく運動したことない人ですが、うつ伏せになった状態で手を気をつけの状態にします。で、この時顔はですね、横でも前でもどちらでも構いません。この状態でですね、重りを少し持ち上げて、ここでこういうふうに、この重りの幅ぐらい、だいたい10センチぐらいの幅を動かしていきます。こういう感じです。これは床につけないように行ってください。こういう感じで動かします。この時に肘はしっかり伸ばした状態で行ってください。今行った2種類。トレーニングをしたことない方はしっかり肩の高さまで肘を上げます。これをゆっくり10回3セット行ってください。そして先ほどやった寝た状態で重りを上げるやつですね。寝た状態でここで小刻みに動かすトレーニング、20回を目安に3セット行ってください。で、重りは初めは1キロぐらいからやってみてください。で、続いてトレーニングはしたことがあるけども腕が細くならない人のトレーニングを紹介します。で、今度はですね、このような、だいたい3000円から4000円ぐらいで売ってますベンチのシートを使って紹介します。これでですね、1キロの重りを使ってですね、まず寝た状態でですね、手を上に伸ばします。すごく軽く握った状態でゆっくりゆっくり横に下ろしていきます。床につくぐらいまでゆっくり下ろします。そしたらゆっくりゆっくり上げていきます。できるだけゆっくりです。できるだけゆっくり上げます。上まで上がるとまたゆっくり下ろしていきます。この時に呼吸はあまり意識しなくてもいいです。ゆっくり動かすことをしっかり意識してください。ゆっくりゆっくり振り上げていきます。このゆっくり動かすことを5回ほど行った後に、この真横でですね、止まっておきます。握る力はとっても軽く握ってください。ここの上腕二頭筋をしっかり伸ばす感じでですね、できるだけ真横で10秒から20秒この状態をキープしてください。その後にまたしっかり下ろして、で、
上までゆっくり上がりましょうという動きをしていきます。今の動きをゆっくり5回動かした後に真横で10秒から20秒止まることを5回してください。トータルそれを1セット、これは1セットでもよろしいです。5回ゆっくり動かして10秒から20秒止まるのを5回、合わせて10回ですね、行ってみてください。で、このトレーニングをしているけど腕が細くならない人というのは基本的に二の腕の前側を日常的によく使う人が細くなりにくい傾向にあります。例えば子供を抱っこする人、もしくはいつもカバンを肘曲げで持っている人、もしくは料理をよくする人、あとはデスクワークの人、あとはマッサージとかですね、そういった方にですね二の腕が細くならない人が多いので、そういった場合は腕をしっかり伸ばして筋肉を引っ張って柔らかくしておく必要があります。なので日常的に使っている人っていうのはある程度筋肉は残っていますので、筋肉をつけるということよりも伸ばすことを意識していくことで腕が細くなることがとても多いので、ぜひ今みたいにですねトレーニングをしたことがない人は鍛えること、トレーニングをしているけど細くならない人というのはトレーニングを今みたいな伸ばすトレーニングにチェンジしてみてください。そうすることで二の腕が劇的に変わってくることに気づいてもらえると思います。ご視聴ありがとうございました。